ばんは、久しぶりです。平山雄一です、かわいそうな平山雄一はサウンドストリートがお休みなのに、どういうわけか夏休みになしで働いているんですけれども、みんなはどんな夏を、過ごしていますか。今週、お送りするサマーライブシリーズ、去年はね、ちょうど今頃にヒストリーオブジャパニーズロックっていう番組を、やってたんですけども、今年は、ライブです。サマーライブシリーズ、今年に入ってからお送りしたライブの中でリクエストの多かったものを夏休みのプレゼントとして、今週毎日月曜日から金曜日まで、お届けしたいと思います。今日第1日目月曜日は渡辺美里、そして火曜日、明日の火曜日はスターダストレビュー、27日の水曜日は大貫妙子、28日木曜日はエポ、そして、金曜日最終日8月29日は、バウアウのライブをアンコール放送したいと思います。今日の渡辺美里、たくさんリクエストが来たんですけれども、例えば、山口県の大浜くん、佐野さんが言っていたパーフェクトじゃないけどそれ以上の何かが美里にはあると思う、全くその通りだと思います。今日放送するのはね、彼女はもう20歳になっているんですけれども、19歳の時のライブですね。彼女がニューヨークに、新しい、この間出たアルバムのトラックダウンに行って帰ってきたという、次の日だったかな。とってもなんか時差で大変だったんですけれども、頑張って彼女は歌ってくれました。その他に、愛知県天郡沙織町の、ペンネーム初めての投票が衆参ダブル選挙だよの人ですね。一体、彼は、どこにね、投票したんでしょうかね、この間の選挙は。とりあえず美里に一票というのは間違いないですけれどもね。それとか、熊本県の、三永くんも、このライブを楽しみにしていますということでした。本当になんか貴重な時期の、ものすごく成長の早い時期の、美里のね、いい時期のライブだったと思います。それでは今日たっぷり楽しんでください。渡辺美里ライブ、1曲目は死んでるみたいに行きたくない。歩く人が躓く場所。
すごいわいきなり、今日は、初めてのスタジオライブってことなんだけど、そうですね、はい、やっぱり様子は違うもん。もうあの第一お客さんが見えないし、うん、ね、ライブだからこれがまたみんなに全国に流れると思ったらかなりメンバーも緊張して、私もリラックスするために裸足でそうだね、さっきでもなんか感想の途中でね、下に釘が落っこってたのわざわざ拾ってたっていう。そうなんですよ、細かいわ本当にね、このライブ感覚をこう見えない分 ね、 そうですね、ちょっと伝えたいんで、私は今裸足でてったかてったかやってます。まあ、もしかしたら初めての人がいるのか、はい、かもしれないんで、はい、今いくつでしたっけ。今19です。19、はい、あと今じゃあ終わった曲が18歳のライブっていう曲だったんだけど、これはね、私が誕生日が12日なんで、7月の12日なんですけど、うんうん、11日に撮ったんですよ。 あえて18歳の時に撮ったんです。あ、はい、でもまあそのまんまだね、なんか来てますね。そうですね、うん、なんか、うん、この勢いの良さとかデビューして思い立ってやるぞっていうのはね、18歳だから、うん、そのままの気持ちをずっと初心をずっと続けたいなっていう気で、今日の1曲目は、死んでるみたいに行きたくなって、はい、今のが18歳のライブなんだけど、はい、いくつぐらいの時からさ、自分はロックボーカリストになるんだって決心してたの。ロックボーカリストっていうのはね、うん、まあ中学校後半ぐらいからなんですけど、うん、歌を歌う人になりたいと思ったのは、うん、人生計画をねちょっと混ぜた女の子だったんで立て始めたんですよね、うん、それはね10歳の時に立てたんですよ。で、普通はね、あの大きくなったら何になりたいみたいな話をしてる中で、うん、私は無言で、うん、私はやっぱ歌を歌う人だなとこう仲間内の中で思ってて、うん、密かにこう計画を立てたんですよね、うん、その頃っていうのは、例えばじゃあこういう人になりたいなみたいな憧れのボーカリストとかいたのかな。特別にあの、うん、誰みたいとかっていうのはなかったんですけど、うん、小学校の頃はあの沢田研二さんが好きでしたね。あのおしゃれで 声が綺麗っていうかソフトな声で、うん、ビジュアル的にもね、うん、かっこいいしみたいな感じで思ってたんですけど、で、まあ、だんだんこう音楽に貪欲になっていって、うん、いろんなものを見たいな見たいな聞きたいなってしてたうちに、うん、だんだんあの、まあ、あこれがビートルズなのとかビリー・ジョエル、うん、あいいじゃないみたいな感じで、うん、でやっぱり相方特定 の、 そのアイドルみたいなの持たずに、うん、あの、うん、楽曲なんですよ私の場合。この曲好き、この曲好き。でもあえてね、 今夢中になってるのはね、ジャニス・ジョプリンなんですよ、うん、今今デビューしてから、死んでから20年は経たないけど16年ぐらい 姉だと思ってるっていう。へ、うん、かなりすごい人だったね。そうですね、もう本当に揺さぶられるっていうか、うん、ほとんどなりきって歌う人の典型みたいな人だった ね、うん、ですね。で別にコピー とかはしないんでしょ。全然してないです。うん、自分のなんかでもスタイルっていうのをさ、最初に会った時ってデモテープの時に僕が聞いてたんだけど、はい、あの時って誰かに似ちゃうみたいな悩みみたいなのも少しあったでしょ。いや私ね、そうでもなかった。モノマネしろって言われてできなくて、ね、逆なんだそう悩んでたんですね。ただもうどういう形のどういうものっていうのをはっきり音楽専門用語を知らないから伝えることができないからね、うんうん、それで宿泊してたことありましたけどね。 はい、あの時のデモテープの時もやっぱり俺はなんか声がでかいっていうのすっごい好きだったそうですね、相変わらずでかいですね、元気がいいですねって最初にね、出山さんには感想を述べられたんですけど、うん、もうなんかこうピッチャーで言うと直球しか投げられない、直球しか投げられないいや投げられないとは言わないですよね器用にやれないみたいな、うん、たまにそうほら最近裏声とか技もあるじゃない。そうですかね、うん、そうですね、そうだね、でも、うん、気持ちはストレートでまっすぐで、うん、透明でみたいなっていうとこはありますね。それじゃあまあ話が長くなっても、何なんで、はい、もっともっと曲をじゃあ聴かせてもらいたいと思います、はい、次は、全て君のためにと、あ、全て君のためと、LP、 これはデビュー LP のタイトル曲だね、はい、合図という曲をお願いします。じゃなかった。
アイズでした、はい、いい曲が本当に多いよね。そうですね、うん、あの最初にこの一枚最初の、まあ、一枚しかまだアルバム出してないんですけど、うん、全部どれが好きですかって聞かれた時に、うん、私もそうだし聴いてくれるみんなも一番を決められないのばっかり集めて作りたいなっていう風に言ったから、うん、結構そういう感じになってるんではないかなと思っているんですけどね。自分でも曲を選ぶのには参加したの？そうですね、あとあのデモテープの段階から、まあ、ピアノでね、うんまあ、小室さんとか秋音さんとか TM のメンバーと打ち合わせしてる時に、うんまあ、ピアノと一緒にラララララララってやってみるんですよね、うん、それで微妙に私の声に合った音、うん、もうドとレの違いみたいなねそういうのもあって、うん、それでその段階であこっちの方がいいねとかこっちの方がかっこいいねみたいなね感じで選んではいってるんですけどね、うん。でその後に今度詞をつける作業終わったわけでね、はい、詞のテーマみたいなのもやっぱり自分に合ったものというかそういう風に作っていってもらったのかな。そうですね、もうほとんどねなんかまあ作っていってもらったというか同時進行でね、うん、もう場所パートパートこの言葉にしちゃえみたいな感じで、うん、で言いにくいなとか思ったら自分で書いていっちゃうんですよ、うん、で歌える時にこれですみたいにしてこうやって歌えますって言っちゃって、うん、で煮詰めるみたいな感じにしてるんですけどね。今の例えば合図にしてもねこう会えて嬉しかったととかさ、うん、すごく似合ってる言葉が悲しい出来事さえ力に変えるようにとかね、うんうん、普段やっぱりああいうことを考えてるんだ。最近ですねあの、まあ、学校時代も、うん、学校なぜ学校行ったかって言ったら、うん、誰かに会いたいからって面白い人間に会いたいからとか喋りたいから学校行って、うん選んで行ったみたいなとこがあって、うんうん、で今もこういう仕事についてからねもちろん歌が歌いたくて歌いたくて音楽にずっと浸ってたいから、うん、やり始めたんだけど、うん、それプラスなんか
人間がすごい面白くて、うん、話すのもね聞くのも楽しいからっていうの、うん、そういうのはやっぱり歌になりますね、うんうん、そういうなんかじゃあ自分とすごく沿ったさ、メロディーだったり詩だったりもらってさ、はい、でレコーディングでももちろんたくさん歌うんだけどその後ライブで歌っていったりしてさ、こう自分にとってその歌の意味とか変わっていったりするのかな。そうですね、あの、うん、普段の生活からね、うん、前よりも増して目をキョロキョロ合図をキョロ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 させるようになって、うん、でなんかないかなみたいな感じになって、うん、それをあこれはこの歌の場面にぴったりだなとか思った時に、うん、歌を今度ライブやる時に あ、うん、あの時のあの風景だなとか考える時はありますね。うん、うん、学校の友達きっと同じぐらいの年の人たちが聞いてると思うんだけどさそうですね、例えば学校の時の友達とかさこうデビュー LP なんか、うん、まあ、それはその後のシングルとか聞いて何、ね、か言われたこととかある？そうですね、信じられないとか、ま、一番ね一番仲のいい子っていうのはね、うん、あの結構うるさい音楽にうるさいみたいな感じで、ね、うん、日本のロックみたいな感じの子だったんですけど、うん、あえて渡辺美里だけはいいと認めると言ってくれましたけどね。友達だからっていうことじゃなくて、友達だからじゃなくて、うん、赤の他人としてもうひいき目なしに見た時に、うん、渡辺美里もうビデオからレコードから始まってビデオに関するまでジャケットからね、うん、あえて認めさせてもらうとこの間電話で言われましたけどね、うん、だから結構 それの友達っていうのは女の子？女の子です。男の子の友達はどうかな？男の子の友達はあんまりほとんど喋ってないんですけど、うん、たまにあの雑誌かなレコードのことはあんまり聞かないんですけど、うん、雑誌でまあ見てて、うん、パッとページをめくるとパッと顔が出てるとドキッとするって言ってますね。あ、顔が変わったとか言われるかな？顔はそうですね、自分でも思いますもんね。どういう風に変わったの？アイムフリーから始まって、うん、マイレボリューションまで4枚シングルのジャケットあって LP もあるけども全部顔が違うんですよ、うん、全部同じカメラマンの人だよね。そうです。そうだね、うん、そうなんですけど、うん、なんかね、違うんですよね。だんだん自分にとってはこう好きな顔になっていったりするのかな？特別これが好きとかいうのはないですけど、うん、それぞれ不思議だなと思ってね、最初やっぱね、うん、男の子だか女の子だか分かんない顔してるんですよね。ところから始まって、アイムフリーの時はね、うん、だけどそれが結構どうかな、意識的にきちっとしましょうみたいな、何事にもこう責任を持たなければみたいな感じでの顔になってきてるかなって。うん何責任を持つんだろうね、しかしね。でもしっかりこう例えば一人でできない音楽やってるわけでしょ、でその中でね、はい、今日もまあリハーサルを見てたりすると、バンドの人たちみんなあの男の人たちばっかりなんだけど、はい、きっちりまあ指示を出したりしてね、なかなか立派なもんですね。ガキンチョパワーが責任っていうのもね、うん、もうここでラジオ番組で話すのもそうだし、うん、コンサートで歌うこともそうだし、うん、MC をすることもね、うん、全部なんか言葉がね、その一つ私が発した言葉に関してすごい反響が返ってくるから、うん、いい加減なこと言えないんですよ、うん、だからそれがすごい責任を持って喋んなきゃっていうのがあるんですよね。でもなんか全然怖いみたいな感じでは思ってないみたいな、楽しそうで、うん、そうしなくちゃって、それじゃあまたあの、次の曲、はい、とってもいい曲なんですけども、そうですね、歌ってください。曲は何かな、君に会えて。じゃあお願いします。はい、
気づいたよ。
すごくさ、まあ、聴いてる人っていうのが相手になると思うんだけどさ、はい、優しい歌が多いと思うのね。そうですね、うん、まあもちろん攻める歌っていうのはね歌いたくないなっていうのがあるんですけど、うん、私はこうですとかねいうのはあるけども、うん、でもどうしてくれるんだみたいなのは、うんうんうん、死んでるみたいに行きたくないみたいなね、うんうん、そういう強さっていうのはあると思うんですけど、うん、でも今はね私もそうだし歌聴く時ってやっぱりああ聴いてたいなずっと聴いてたいなって思うのもあるし、うん、もちろん自分をこう燃えたぎらせてくれるものも聴くけれども、うん、ずっと聴いてたいなって思えるものっていうのもね、うん、すごい私自身が好きだから、うん、で今までは聴く側だったんだけど今度は聴いてください、うん、歌いたいんだっていうのはねすごいありますね。うん、今の歌なんかねやっぱりそういう歌の代表選手みたいな感じだと思うんだけど、もう狭いライブハウスでもね、うん始まる前にね喧嘩してるんですよ男の子なんか使っちゃって、うん、押すなよみたいにね、うんうん、でこれがバッと始まった時に、うん、喧嘩ね仲直りしてくれてね、うん、なんかすごいシーンとなって、うん、それまで揉めててね揺れてたのがねすごい、うん、すっともうなんか仲良くなるとか気持ちが安らいでくれたっていうのもね、うん、そういう光景もあるところではありましたけどね、うんうん今日はまあニューヨークからね帰ってきたばっかりで、ここで歌ってもらってるんだけど、はい、ニューヨークは面白かった？そうですね、うん、でも、まあ、人間の顔って同じだなと思ったんですよ。うーん肌の色はね違ってもね、うんうん、表情とか、赤ちゃんとかおばあちゃんとか犬とかね、うん、もう本当にいろんな人たちの恋人同士とかね、うん、そういう表情ってすごい一緒だなと思って、うん、それはニコニコしながら見てきました、すごい嬉しかったのはね、うんまあ、言葉の意味は分からないですよね、うん、ただ向こうのエンジニアの人が君の声を聞いていると、うん落ち込んでいる時でも、うん、どういう意味の内容の歌を歌ってるかは知らないけど、うん、パワーが出てくるよって言ってくれたんですよね、たった一人のエンジニアですけども、うんうんうん、だけどあこれは嬉しいことだなって、うん、思いましたね。得な声してるねしかしね。そうですかね。そうまあ、さっき言いかけたんだけど、はい、いろんなことがちゃんと実現してきてさ、はい、で今思う夢みたいなのってのはどういうんだろうね。そうですね、うんまあ、今年からこう端っこの人も絶対満足して帰ってほしいっていうのはあるんですよ。一番後ろに立ってる人とか いくら大きなホールになったからって大きな会場になってからって、うん不満を残したままいたくないなって思って、うん、で100人の人全員に私のことを好きになってもらうっていうのはすごい大変なことですよね、うんうん、その場にいる人ね、うん、でもそれが少しでもあここが好きだなとかここが可愛いなとかを、うん、端から端までもちろん真ん中の人もそうだけど、うん、思ってもらえるようなコンサートにしたいんですよね。しかし全然ビビってないね。それはまあみんなねメンバーいてくれるし、うん、あとは本当にこの1月にね、うん、今年になって出したマイレボリューションっていう歌をモットーにっていうか、うんうん、今年はレボリューションなんだみたいな感じで、うん、自分にとってみたいな気合い入れていこうみたいなとこがあるから、うんうん、面白そうだね。それじゃあ、もうあと残り3曲になったんだけど、はい、ここからは、今話題に出た、マイレボリューションから始まるんだけど、はい、畳み込むみたいな。そうですね。畳み込む。畳み込む。これですみたいな。これですみたいなのが、はい3曲ありますので、じゃあみんな、はい楽しみに聴いてください。それじゃあ、お願いします。マイレボリューション。
ージへもうすぐ飛んでいきます。待っててね。
本当に素晴らしいスタジオライブでした。スタジオの中でね、彼女はこの時裸足になってたんですけども、今でもあの時のなんか、光景は僕は思い出せるなっていう感じですね。自分の声が上ずってるのがちょっと聞いていて恥ずかしかったけれども、たくさんの人から本当にリクエストいただいています。富山県の、亀田くん、三重県の、これは宇城さんですかね、宇城さんですかね、宇宙の宇に城という字を書く人ですね。それから、東京都練馬区の池田くん、そして、兵庫県尼崎市の西村さん、それから北海道のからも、上川郡からも来ています久保井智子さんですね、16歳の方です。それからあ、これは同じ久保井さんでも鹿児島から来てますが、美里は、私が一番好きな小学校の先生の目と声が、似ているのに気づいた時は嬉しいでしたと書いてありますが、嬉しいでしょうねきっとね。美里は先生じゃありませんが、同じ仲間としてこれからも応援してあげてください。サマーライブシリーズ今日第1日目、渡辺美里の、ライブをお送りしました。この後も明日火曜日はスターダストレビュー、水曜日は大貫妙子、木曜日はエポ、そして金曜日バウバウまで、毎日この夜10時からお送りします。夏の夜10時に聴けるライブっていうのもなかなか気持ちいいもんじゃないかと思いますが、この時間にねなかなか始まるライブっていうのがないんで、大きいボリュームで聴ける人は聴いたり、外で聴ける人は、外で聴いてみても面白いんじゃないかと思います。そして渡辺美里、大阪球場で歌ったマイレボリューションがとっても感動的だというハガキも来ています。美里ちゃんこれからどうなっていくんでしょうね。頑張ってもらいたいと思いますが、僕も、今年は彼女のライブを、何回見ることになるのかっていうのをとっても楽しみにしているんですけれども、彼女ねダブルアルバム2作目にしてダブルアルバムというとってもねなんか重たいというか大変な仕事をしたんですけども、夏には、かなり球場規模のツアーをしたり、もうこれ以上、膨らみようがないというところまで来ているんですが、彼女に会って話を聞いてみると、彼女はその重さをちゃんと受け止めていて、僕自分が大変なことをしているというのはよく分かっている、だからもっと勉強がしたいと、この間言ってました。今の彼女、何かね物に出会うと、それが例えばいいことでも彼女にとってとっても辛いことでも全部自分の、血と肉にしているような気がします。本当に素晴らしいアーティストだと思います。彼女これから、どんどんもっともっと活躍していってもらいたいと思います。そしてもしできたらこの番組でももう一度、またいい時期にね、スタジオでも、ホールでもいいですからライブを撮りたいと思いますので、またみんなたくさんハガキをください。宛先はいつもの通り東京都渋谷区神南 2-2-1 渋谷区神南 2-2-1 NHKFM サマーライブシリーズ平山雄一の係です。それじゃあ、今日元気でもう寝られないかもしれないね、おやすみ。